銀兵衛。摂政のこと平時に知られたんですってね。しょうがないわよ、隠し通せるものでもないし。それで旦那様はどうしたの？大奥様が助け舟を出したわ。摂政の身元を早く調べさせるってね。摂賀姉さん大変よ、摂政が熱を出しちゃったのよ。何か体にいいもの作ってもらえる？何ですって？摂政が？平次さんが摂政に向かってお前なんか出て行けと言ったんですって。きっとそのせいよ。まあ、あんな小さな子にひどいわね。じゃあすぐに何か元気の出るものを。私たちもお見舞いに。迷惑かけてごめんなさい。何言ってんのよ。こっちこそいい子にしてなさいなんてめんどくさいこと頼んじゃったわね。今日みたいな時は怒ってもいいのよ。私が摂政の味方をしてあげるからね。ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫よ、落ち着いて。違うんです、僕嘘ついてたんです。この家の子じゃないんです。え？嘘？ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあお母さんが病気で死んだっていうのは？はい、お父さんもお母さんもちゃんと言います。そんな、本当に旦那様の子かと期待してたのに、がっかり。ごめんなさいごめんなさい、うん、親がここの子だと嘘をつけって言ったの？そう言わないと人買いに売りつけるって。死にたくないなら嘘をつけってあんたの親どこにいるの？教えなさい。春梅、出かけてくるわ。摂政を見張っていて、もしかしたら風があの子に何かするかもしれないから。わかりました。お願いね。摂政の親が子供にあんな嘘をつかせるから、私がぬか喜びしていろいろやらなきゃならなくなったんだわ。こんなところじゃ、うちがなかなか身元の調べがつかないわけね。あんたたちが摂政の親ね。これが両親？いけない、出鼻をくじかれた。摂政が白状したわ。あんたたちがうちを騙そうとしたってこと。私を、いえ、うちを騙した罪は重いわよ。申し訳ありません。私たち、摂政だけは幸福になってほしかったんです。あ？私たち商売に失敗して、ひどい借金を抱えてしまい、あの子を借金の方に売れと迫られ、それを憐れんだ妻の友人が、車にいたとき、正門様からもらった匂い袋があるから、摂政ならきっと偽れる。と、摂政をこんな生活から救ってやりたかったんです。あの子を救いたくてですって？はい、正門家の息子ならきっと一生幸福に。笑わせないで、ついてきなさいよ。あんたたちが息子を送り込んだのがどんなところか見せてあげる。なんて大きな家。ここならあの子は何不自由なく。これは摂政に私が作った薬湯ですわ。平次様が驚かせてしまったお詫びに。ありがとうございます。
摂政は具合が悪いのですか？そうよ。奥様。ありがとう、春梅。もういいわ。これを風さんが。大丈夫。わかってるわ。いらっしゃい。お母さん、お父さん。摂政、お前病気なの？摂政はいい子だから、具合が悪いと言ったら、みんな心配してこうよ。でもね、例えば、ここにあるお見舞いの薬と。お見舞いの薬のはずが、この始末よ。たとえ、本物の旦那様の子だとしても、それを気に入らない人が正門家にはいるの。うちではね、こんなの日常茶飯事なの。この家で生き残るには相当な覚悟がいるわよ。こんなところで一生嘘をつき続けさせ、殺されるかもしれないと怯えて暮らす。あんたたちが我が子を送り込んだのはそんな家よ。僕ごめんね、摂政。私たちがバカだった。こんなところにお前を行かせて。悪かったわね、こんな家で。ごめんなさい、ごめんなさい。可愛いから許すか。がっかりよ。摂政が旦那様の子じゃなかったなんて。本当よね。あの子ならここにいてもいいと思ったんだけど、本物の両親が出てきちゃったんじゃね。それにしてもあの両親の顔、うまい具合に産んだわね。摂政は偽物でした。よかったですね、平次様。というわけで、摂政の件は終わり。私から大奥様にうまく取りなしてあげたから、お咎めもない上に借金まで立て替えてくださったわ。よほど摂政のこと気に入ってたのね。そんな話、得意げに話すことかい。その子に嘘をつかせたまま利用して、平次の子を押しのけて跡継ぎにさせればよかったのに。そりゃ私だって一度は考えたわよ。でもそれをやったら私も平次と同じだわ。あの女と同じところに落ちるなんてごめんだわ。とんだ骨折り損だ。そうでもないわよ。別れ際に旦那様にの摂政がこう言ってくれたの。僕が大きくなったらお嫁に来てくれる？どう？素敵でしょ？こうして事件は一応丸く収まったのでしたが。旦那様、また新しい方が。摂政の話を聞きつけて、似ても似つかぬ子を旦那様の子だという女が列をなし、正門家の奥方たちを呆れさせたのでした。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様どうぞよろしくお願いします。